これうんめ。美味しそう。そうねじってねじって。そう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 。はい、どうも、リュウジのお姉さん、リュウジです。ということでですね、今回ですね、まあまあ、僕もね、3本目ということで、今回ですね、特別ゲストの方に来ていただいております。早速お呼びしたいと思います。こちらです、どうぞ。この中に、料理研究家の方はいらっしゃいませんか？この中に、料理研究家の方はいらっしゃいませんか？はーい。料理研究家の方ですか？料理研究家でございます。ネギが半分とですね、豚肉がちょこっと余ってしまったんです。助けてください。普通に炒めるやん、普通に炒めるやん。冷めたわマジで。はいということで今回はですね何するんだっけ、ネギ塩レモン豚パン。あー、なんと茹でないで作れるパスタなんですよ。一番の売りがなんとこのパスタ飲める、おつまみパスタね。僕のいとこの小池が出てきてくれたということで、今回はですね、おつまみにもなるネギ塩レモン豚パスタ。まあこういうビール好きかもしれないけど、ハイボールです。ハイボール。これハイボール。ハイボールも大好き。ということでやっていきたいと思います。ハイボール。ハイボール。リュウジのバズレシピ。じゃあ今回ね、もう本当簡単です。これパスタ。5分茹でのタイプです。5分茹での 1.4 ミリ。ちょっと細いやつね。ちょっと細いやつ、うん。これを用意してください。ぜひね、このね、豚バラ肉 80g。レンジで加熱するお肉って焼かないから熱が通っちゃうんですよ。うん、豚こま肉とかだとお肉硬くなっちゃう。なんで今回豚バラ肉。豚バラ肉っていうのは間に脂肪がすっごい入ってるんで、ものすごくレンジでやると柔らかくなるんですよ。うん、ジューシーにね。そう、ジューシー。だから豚バラ肉 80g。はい、うん。どうですか、豚バラ肉。とんだお題が出ましたけど余りがちよね。結構レシピとかも豚バラ 100g 使ってくださいとか多いから、うん、ということでこのちょっと待って、無視されるの。長ネギですね。どういうことなの、はい、長ネギで、どういうことだと思います、うん、これは長ネギを1/2。豚バラとネギの相性は木の葉にとって最強なので、うん、ニンニク1かけ、うん、あとはプラカップでこれでやっちゃいますよ。そしたらなるほど、濃いタネもできる、はい、あとやっていきます。ということです。それではですね、今回ネギ塩レモン豚パスタっていう、もう僕の相当おすすめのレシピがあるんですけども、これをですねやる上で一番大切なこと、小雪さんに伝授したいと思います。この素材の味をですね、はい、まず確かめること大事だと思うんですね。やっぱ素材を生かすっていうのが、うん、大事だね、うん、すごく大事じゃないですか、うん、だから素材を生かすためにはやっぱり素材の味をちゃんとこう理解しないといけないと思う。ああ、調理をする前に何で作られてるのかっていう、ね、そういうことです。ネギも豚も大切なんですけども、一番味にこうアクセントを加えてくれるのがレモンなんです。ほう、こちらレモンの味を僕らが理解しないといけない。なのでレモンをこう飲みましょう、うん、はい、僕氷用意します。あ、お願いします、うん、いいんですけど。ちょ、おしゃれに盛り付けて、おしゃれに、どんなにおしゃれに盛り付けてもこれだよ。はい、乾杯。はい、はい、めっちゃ上がるでしょ、これ最高。もっとレモン取りたいでしょ。美味しいね、うん、レモンって。じゃあもうやっていいですか。うん、やろう、うん、はい、じゃあやっていきます。はい、これはちょっと小口切りってわかりますか。小口切りって何ですか。こうちっちゃい口の感じで切る。こうでいいですか。そう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 。あ、はいはいはい。ほらね、もう料理もしなくなっちゃった、うん、この人ただの酔っ払い。切ってるとすっごい爽やかな香りがしてくるじゃないですか。そうね、増えるぞレベル4。レベル4率上がるかな。いい感じで切っていただいて、はい、次はニンニクを粗みじんに、はい、で潰してトントントン。なるほどなるほど。新鮮なニンニク。新鮮ニンニク。こんな感じで。そうです。はい。こんな感じで。3-4センチ。オケ。3-4センチ。こんなもん。ああ、そうそうそう。あ、それ2センチじゃない。こんなもん。あ、そうそう、そんなもん。オッケー。いとこは私のことをね、3歳だと思ってね。いやいやいや。12歳ぐらい。いやいやいや。パスタを入れた時に。水が、あ、全部パスタがかぶるぐらいのパスタを半分半分です。こうやって落ちちゃダメですよ。半分半分で折りたいよね。半分半分のところにここに力をかけます。グッとね、これで折っていきます。ほー、素晴らしい。どうですか。グッ、
クロス、クロスして。ああ、いいじゃんいいじゃん。え、いいじゃない。豚肉入れる。次豚肉、これね、剥がしてるか、剥がしていく感じでいきますか。どうなんですか。剥がしていく感じ。これ80グラム結構入れるね。大さじ1かけます。でパスタにもかかるようなんですね。一度半分入れていただいていいですか。え、こういった大さじ1、これ1、これ1、はい、入れてください。これ大さじ1、大さじ1、おーい、はいはいはい、230でいきましょう、はい。なんとね、鍋で茹でないとこれでめちゃめちゃうまいんですよ。へー、そう、パラ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 っとね、全体にニンニクの香りが、そうです、行き渡るそうです、ように、そうです、っていうことでいいですか。うん、そしたらネギ全部入れてもらっていいですか。ネギ全部、はい。あー、もりもりだね。あ、いいと思います。あの、ラップしないんですよ。ラップしないとレンジで加熱してる間にこの水分がいい感じにここから飛んでですね、うんうん、出来上がった頃にはもう茹で汁がなくなってる。じゃあこれを600ワット10分チンしてください。はい、600ワットで10分。いってらっしゃい。ウェイ、はい。で10分フリータイムです。酒を飲みます。あー、はい、ということでですね、今もうレンジで加熱が終わりました。絶賛、絶賛、取り出してみましょうか。あー、ほんとに水気ないじゃない。熱いよ、熱いよ、大丈夫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 、肉心優しい。じゃあ、これ、小さじ1、はい、弱、こんぐらい、これ1だね、まいった、はい。お手軽すぎない。ここで黒胡椒、最後にかけてもいいんだけど、ここ、ここはちょっと、ちょっと混ぜ込みたい。ちょ、どんぐらい思ってる。2倍、2倍でした。うん、黒胡椒はね、入れたら入れた分だけ美味しくなる。これうん、美味しそう。盛り付けてもいいですか。こうするんでしょ。おー、そうそうそう、知ってる知ってる。そう、ねじってねじって、そう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 、うん、はい、修正入ります。何年料理研究やってと思ってんじゃん。彩りに多いですね。まあね、小ネギは偉大だからね。あいにおい、おい黒胡椒、おい黒胡椒、はい、なあ、いいね。うん、ではこちらで、ね、ネギ塩レモン豚パスタの完成です。完成です。それではできましたので食べていきたいと思います。いただきます。いただきます。ビジュアル最高。ハイボールと思う。ハイボールだと思う。品種のハイボールなんですよ。大丈夫。そうだね。スープッシュ。まあまあまあ。じゃあ行きましょうか。行きましょうか。乾杯。乾杯。やったー。いただいてみよう、見ようじゃないか。いただいてみようじゃないか。いただきます。はい、どう。めちゃめちゃうまい。いただきます。間違いないわ、これはハイボールだわ。レモンが効いてる。これめちゃくちゃ美味しいね。だしょ、塩焼きそばの良さも取り入れてる感じするの。そっち系だね。うん、でもね、ちょっとスパイシーでさ、でもパスタだからちょっと上品な感じに仕上がってて、うんうん、バランスが絶妙だね。ごま油も使ってて、中華スープで味付けしてるんで、そうだね、気負いしないで食べれるパスタだね。人間の頭の奥底がこれを求めている、うん、そんなパスタになってる。ということで、ぜひ召し上がって。マジで美味しかった。